あれ、金毛を決めですから、じゃ3匹連続で釣ったんじゃない？うん、間違いない。何を見てるんだろうか、あれは。皆さん、おはようございます。ただいまのアイナトーン時刻は2020年6月24日、水曜日の午前10時31分です。今日は特にお知らせはありませんが、昨日は故郷の家族とビデオチャットしたんですが、父も母も元気そうで安心しました。あ、私ったら個人的なお話をしてしまってすみません。個人的なお話率の方が高いけどね。では、本日も楽しい一日になりますように。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。スマホが鳴っている。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶきちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金、13001ベルを口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。見て見て、いちごの帽子かぶった。この帽子気に入ったんよね、かわいいけん。お、モニカちゃん。アイナちゃん、聞いて聞いて。この前お買い物に行ったら、かわいいペンケースを見つけてつい買っちゃったんだ。思い切って散財しちゃった。アイナちゃんは衝動買いってしたことある？買い物好きなモニカ。ペンケース、散財っていうほどでもなくない？あ、でも私もね、ペンケースを衝動買いしたことはある。なんかね、1000円ちょっとぐらいのペンケースや、ペンケースじゃないな、メモメイクポーチかな。私がペンケースとして使えるだけやけど、一目惚れして。あら、アイナさん、だってば。話に来たよ。今日はいつもより早起きできたから、いっぱい用事を片付けられて、なんだか得した気分だわ、だってば。いいね、早く起きたら、そういうことがあるから。ごきげんよう、アイナさん、よう。世間話でも。アイナさんは今日どんな風にお過ごしなんでしょうか？すごく興味があります、よ。別に、いつも通り、あ、なんかアップになったらあれなんよね。もう小鼻柄がついたんや。初めて知ったんやけど。普通にレースなだけかと思ったよ。ウェイウェイ、久しぶりじゃん？どうも、イケてる魚コレクターのジャスティンだぜ。あはは、今の笑うところなんだけど、君やっぱクールだね。俺は魚取る出会いを求めて、相変わらずいろんな島を飛び回ってるよ。状態のいい魚を手に入れるには、釣り上手な人に売ってもらうのが一番確率だからね。ここだけの話。釣りを取り巻く環境って毎日変わるから、クオリティを保つの結構大変でさ。同じ人でも買い取り前には毎回釣りの腕前を確かめさせてもらってんだ。釣りの腕前チェックに合格したら、君の魚も高く買い取らせてもらうから、ぜひチャレンジしてくれ。あと、コレクター向けに作ってるオリジナルグッズとかもあるからさ、興味あったら声かけてよ。腕前チェック。あれだよね、レックスはさ、そのまま買い取ってくれるけど、ジャスティンのこの腕前チェックがね、毎回ちょっとめんどくさいなと。ね。めんどくさいなと思いつつ、あるんだ。え、待って、サイズどれぐらいって言った？すっぽんがどうのこうのって言ったけん、あれか。結構大きめのサイズ？とりあえずこれ釣り上げてみよう。一旦。さあ、来い。これ見つけられんパターンじゃない？違う。あ、来る来る来る。ほ。はい、来たー。あ、タイやった。やったね。タイを釣り上げた。こりゃめでたい。大きめの魚連続釣り。まずは1回成功だ。この調子で3回連続を目指そう。よしよし。タイってことはいきなりちょっと幸先いいね。高めで売れるやん。ただでさえちょっとね、高めの魚やのに。でもあのサイズってちょっとね、見極めが、ちょっと拾っとこっか。難しいんだなぁ。DIY 好きなお前。この間マラソンでランナーズハイになったんだけど、その時にこんな DIY のレシピが降りてきたんだ。みんなにも作ってほしいから、レシピを教えるぞ。へへ、驚くなよ。失敗しても根性でカバーだ。DIY で。DIY は気合だ。ジャンより。ジャンって誰だ？わからねえ。ジャングルの床。え、あることない？よねあるよね。覚えとるよね。そう、新しいレシピが手に入るかと思ったのに。あ、これそうじゃない？え、ちっちゃいかな、これ。いや、こんなもんか？さっきの魚影。さあ、来い。この微妙な感じね。もうポケモリと同じような仕様にしてよ。
すぐに食いついてくれる。ほい。はい、来たー。今度は鈴木や。鈴木を釣り上げた。鈴木じゃなくて鈴木なのね。大きめの魚連続釣り2回成功だ。この調子で3回連続を目指そう。いつもの調子で来てくれたらさ、もうポンポンポンって鈴木が来てあっという間にって感じなんやけど。こういう日に限ってやけんね。いない。あ、これ、あ、これそうじゃない？でもなんか角度によってさ、太さとかが違って見えるけん、なんかね。来い。来いよ、おいおい。お。一発。はい、来たー。鈴木や。鈴木や。はい、腕前チェック合格ね、これで。オッケーオッケー。これは？なんかさ、ここもさ、この部分にしか出てこん魚おりやん。この川と海との境目。ティラピアかーい。でもこれもまあ別に安くはないよね。あの、外のところでもさ、あのボックスでも確か800ベルぐらいは行ったはず。あ、いたいた。ウェイウェイ、どういう調子は？あれ、金も大きめの魚を3匹連続で釣ったんじゃない？うん、間違いない。何を見てるんだろうか、あれは。ぼやっと見える？いや、わからんな。ってことは、ウェイ、腕前チェック合格。なんかスマホケースどんな感じかよくわからん。魚っぽかった？早速だけど、何か魚を買い取ろうか。君の魚なら何でもプレミアム価格で買い取らせてもらうよ。お願いします。オッケー。じゃあ、売りたい魚を見せて。はい。タイと、ティラピアと、スズキ2匹。どうぞ。あ、1匹じゃないんだね。全部まとめて。6900ブリでどう？結構、いいね。売ります。ありがとう。サンキュー。また利用してね。ありがとう。これは、元も不要品買取強化キャンペーン。魚も不要品とみなされるんだな。ね、おー、びっくりした。ジャスティンに売ってもそこに追加される。そしてちょっと、さっきからずっと気になってた。はい、化石ゲットー。じゃあ、博物館でまた、鑑定をしていただこう。あ、アイラくんだ。お話ししよう。こんなに雲が多いと、なんだか空も元気がなさそうに見えるね。僕の元気を分けてあげようかな、弟子。かわいい。かわいいことを言うな。あれよね、なんか、動物さ、あの、服あげたらその場で着替えてくれたりするっていうの聞いたんやけど、ちょっと私、そういえば、今まで服一回もあげたことないんかな。じゃあね、絶対さ、アンチョビ、アンチョビね、オーバーオールっぽいの似合うと思うんよ。ちょっとあげようと思う。あ、ツンドラさんやん。今出てきたんかな。おはよう。朝から会えるなんて嬉しいわ。なのだわ。おしゃべりしよう。あいにくの曇り空ね。この後の天気どうなのかしら。なのだわ。まあ、でも雨じゃないけんね。夜雨降りよったんよね、あつ森。あ、ごめん。つっついた。あら、おはようございます。一日の始まりは挨拶からですね、ダフン。お話しして。今日も一日張り切っていきましょう、ダフン。お、アイスを持っている。気づかんかった。それはちゃんと子供にもあげるんですかね。当然ながら、お。アンチョビアンチョビー。やあ、今日は僕に注文って感じなんだね、弟子。これいらない？ん？僕何かもらえちゃうの？弟子。あげるあげる。このチロリアンなオーバーオール。もしかしてこれ、チロリアンなオーバーオール？いいものもらっちゃった。早速着替えちゃおうっと。僕が来たらどうなるかな？ほら、似合う。いいね。どう？似合ってる？僕この色とっても気に入ってよ。本当にありがとうです。好きな色とかもあったりするんかな？住人。ただでもランも悪いから、819ベルを渡すよ。
お礼だと思ってもらってねえです。結構高くない？そんなするんやっけ、オーバーオール。え、ね、なんかね、より一層お坊ちゃま感が強くなったことない。かわいいやけど。いいね、いいね。ってことで、ちょっといらないものを売ってきますか。ん？お、挨拶が。たぬきマイル 200×5 ゲット。住民挨拶キャンペーン。オッケー。いらんものって。あ、まああれか。この化石と、レシピぐらいかな。あ、株も聞いとかんといかん。いらっしゃいませ、ませ。たぬき商店、ようこそ、ようこそ。どうもー。お、あれカカオじゃない？アイナさんいらっしゃいませ。ませ。今日はどうなさいましたか？あれさ、カフェスペースに良くない？今日の株価は？ただいまの株価は、めっちゃめっちゃ減った。やば。いや、それはちょっと無理だな。だいぶ無理だな。はい、それじゃあ、ジャングルの床と、オフタルモサウルスの頭。いろいろ持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計2700ベレルでのお買い取りでいかがでしょうか。お願いします。ありがとうございました。ました。またいつでもお気軽にご利用くださいませ。ませ。ってことでちょっとこれが欲しい。そちらの商品はカカオでございます。ます。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。はい。2300ベル買います。で、ちょっとね、一番右端のね、ゴルフセットも欲しい。父親の書斎みたいな感じの部屋を作りたいけん。じゃ、これも。54000ベル。買います。毎度ありがとうございます。ます。54000ベル、間違いなく頂戴しました。ました。オッケー。じゃあ、以上ですね。ありがとうございました。ました。なんかあれをね、私が見てないとき普通に、後ろ向いてない？気のせいか？気のせいなんだろうか。あれや、今後他の子たちも色々と服装を変えていきたい。可愛い服を着せたい。ね。ほい！ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。今まではね、結構こうなんか固定の服、元からの服をずっと着てもらっとったけど、これからちょっと徐々にみんなの服装を変えていきます。可愛く、かっこよく。かっこいい子はおらんか。